音合わせ第2回目のゲスト小野薫さんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。小野さん、はい、いや結構無茶ぶりな。そうっすね、無茶ぶりな本当にあの時間差セッションということで、前回はドラムの藤原祐介さんから、はい、あの春をテーマにしたことを、はい、あの残してもらったんですけど、そこに対して小野さんが今日はヒデみたいな、乗っかりました、乗っかりました、はい、ということです。はい、いかがでした。めちゃくちゃ面白いですよね。まあ面白いですね。これ何があるか、何があるか分かんないから。いやでもすごい入ってすごいいい感じの、あ、だったらやっぱドラムの音だけだとね、こうなかなか雰囲気が伝わらないんですけど、キーボードが感じたっていうことで、春っていうお題しかなかったので、まあそうなんですよ、そっからどうするかっていうのをちょっと考えて、イメージングを、ね、はい、逆にお願いしたので、本当にちょっと春っぽくしてみました。いや十分なってすごい楽しみですね。はい、あの企画的には どう思いました。実際面白いと思いますよ。これは面白い。本当ですか。普通ね、その場でセッションって言ったらその場でやるの、はい、どうなるのかってい う, こう見当がつかなさがこう逆に面白く、ね、なるという考えつつやってくるんで、僕もなるほどなるほど。前回のゲスト の, あのドラマーの藤原さんとも、はい、以前セッションをしたことあるんですよね、うん、すごいやってて、あのドラム好きで、僕も今回逆に紹介してもらったから、ああ、やりたいなこれはっていうのがすごく。いやー嬉しいですね。僕も実はもう初めまして的な感じなんですけど、そうですね、こういう縁を介して小野さんと知り合って、今、それ面白いです、ね、逆にいろいろこの話以外でもつながってるので、すごい楽しみだな。楽しいですよ。小野さんのそもそもの、はい、活動としては今は、はい、もう3枚目のアルバムをこの前、そうです、3枚目出しました。で、通常ヤマハの、そうです、ヤマハの所属ですね、アーティストとして活躍されていて、はいはいはい、でレベルもヤマハの音楽レベルから違うんです。あ、違うんですか。違うんです。最後はでもビズミックと、最後はビズミック、あの辺ですね。はい、CD とか出すときも個人活動ですよね、はい、なんかあの多分この収録というかこの放送自体に音楽も流れてると思うんですけど、はい、あ、そうですか、そうですか、はい、結構あのジャバループさんとか、はい、あとアサフェストゥーンズやりましたね、一緒にコラボして、僕も持ってるんですけど、はい、CD 出されてて、はい、っていう活動の中で今度あれか、4月の、まあ、5月か、5月の3日、はい、5月3日、3日ですかね、まさにさっきなりますけど、はい、3日に、はい、どこでしょうか、ライブが、あの渋谷のプラグで、プラグで、はい、エレクトロバンドのコマさんですね、コマさんと一緒、コマさんと組んでやるっていう企画もあったりされますね、はい、そんなあの、小野さんの方の、なんか僕もまだそれ聞けてないんですけど、もともと音楽始めたきっかけとかってどんな感じだったんですか。きっかけはもうキーボードなんで、はい、ほとんどの方が生まれなくて小さい頃からなんかいたやつなんかあれですか、発表会みたいな感じで、まあ、そうですね、もう物心ついたりやってやってたりとか、やってて、まあ、それが続くか続かないかなって、はいはいはい、なるほどね、大体鍵盤の人結構やめちゃう人もいるじゃないですか、でも、まあ、ほぼ半分ぐらいやめちゃうと、ね、その中で今やっぱりやってるっていうのは、まあ、まあ好きです、やっぱ好きだからね、うん、なるほどなるほど。じゃあちょっと時間の方もあれかもしれない、はい、あのこうの子かもしれないので、はい、次のですね、小野さんが聞いていただいた、乗っていただいた音に、次の演者ですか、ね、ミュージシャン、はい、誰を呼ばれます、どういう楽器で、僕もだから、ね、この人に次やってもらいたいなっていうのが、はい、はい、はい、いいですか、それは、ね、大丈夫でしょう、もう全然いっちゃってください。それこそ今の5月3日の5月3日あの時に一緒に、はい、やってくれるジャバループの、サックスのジャバループのサックスの大好きさん、大好きちゃん、大好き君、はい、言っちゃいますか、やってもらいたいなと。なるほど、じゃあちょっといつもの音電話音電話、いつものてか前回初めてだったので音電話が、ますか、お、電話が来ましたよ。あ、全然違う人でした、ね、じゃあちょっとこの辺の方がすいません、申し訳ないです、まあ、でもフリーセッションだ、フリートークなんで、すいません、許してくださいじゃあ、ジャバループ、後藤大輔さん、つながりますかね、電話の方、電話番号入ってますか、電話番号僕のでかけます電話番号ちょっとちょうど今分かればなるほど、じゃあ僕のでいっちゃいましょうか、あ、いいですよ、僕持ってないんですか、いきますか、あ、使わせてください、電話代が持たないんで、あ、すみません、使わせてください出るかなこれね、ほぼ出ないと思うんですよ、これ時間帯がね、もしもし、音、お疲れ様です、出た、です、あ、出ました出ました、繋がりました繋がりました
今日の収録で盛り上がってます、ここで。まあ、はい、あのちょっとこの前もしこの前話したあの企画で吹いてもらえればという音合わせという企画なんですが、あの吹いてもらえそうですかね、これは来週の24日ですか、ね、はい、いいですか、ここあ、はい、あ、もちろんもちろん、はい、ちょっと一度高見さん変わりますか、変わりますね、初の弁護ですね、ハルストンさん、はい、あ、もしもし、あ、大ちゃん、どうもどうも、ご無沙汰してます、うん、はいはいはい、あ、今ね、まさに収録中です、はい、で、あの4月の24日なんですけれども、音合わせっていう番組なので、音合わせてくれるかなったらあの合わせと言ってもらえたら、あ、俺が音って言って合わせって言ってもらえたらいいと思う、いいと思う、はい、行きますか、じゃあ、4月の24日音合わせて、なになになに、今やる今やる、行きますよ、音合わせてくれるかな、音いや、あのね、音合わせでいい、あ、合わせでいいですよ、いきますよ、はい、できます、はい、じゃあ24日音、あ、来ました、音合わせ来ました、ありがとうございます、音大輔さんです、ジャバループ、はい、来週楽しみにしてますのでよろしくお願いします、ごめんなさい忙しい中ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、いや、はい、よかったです、ね、よかったですね、こんなうまく、ね、こんなうまくいくなんて僕もびっくりしましたけど、あんまうまくいってないですかね僕の逆にちょっと小野さんリードできない、すいません、いやいやいや、じゃあそういうことで、はい、はい、小野さん あの弾いていただいた音源もまた、はい、次回の放送なりで流れてきますので、ありがとうございます、はい、じゃあ、また来週ということですかね、この音はそのコーナー、はい、じゃあまたどうも、はい、はいはい、すみません、なんか、ありがとうございます。